FC 琉球の倉貫選手です。お疲れ様でした。今のソレイユとの一戦振り返って一言お願いします。まあ初戦だったんで、まあ初めみんな緊張はあったけど、まあ時間が経つにつれて自分たちのプレーができてよかったと思います。今日倉貫選手2点2得点です。はい、得点シーンを振り返って一言お願いします。1点目は PK だったんですけど、まあしっかり決めてよかったのと、2点目はあそこのミドルレンジからなんで、あれはちょっと練習していたことなんで成果が出てよかったです。次まだ相手決まってないんですけども、次戦に向けての意気込みお聞かせください。やっぱり怪我して来れてない3人のためにもやっぱり優勝を持っていかないといけないと思うので、この2回戦目も絶対勝って、あれ優勝を沖縄に持って帰りたいと思います。優勝を目指して頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。